シンプルに野菜炒め。野菜炒め。あの、お肉類何にも入ってない。白菜とキャベツと、これブロッコリーも入れてくれたのか。ブロッコリーもちょっと入ってる。うん、一番なんかさっぱりした系の、うん、タイ料理らしからぬ。でもニンニクも入れてたし。あ、まあ確かに。あのスープの出汁みたいなのも入れてたから。うん、ちょっと食べてみますけど、どうぞ。それなりの、なんかさ、僕はあの風邪とかひいた時に近くの食堂に行って、こう具合が悪い、なんかしてくれって言うと、なんかこれを作ってくれるパターンで、野菜炒めご飯。沖縄料理に玉縄刺し屋っていう、あのほぼ似たやつが食べついたの。これも沖縄そばの出汁をちょっと入れるんですよ。でそれだけなんです。すごいシンプルなんだけど、やっぱりそれにねかなり近い。おいしいわ、すごく。あのさ、なんか料理ね作ってるところの動画には入ってると思うんだけど、フライパンの横っちょにこうなんか豚の骨を入れて、なんかあれ出汁なんだろうね、あれね。俺はこの見てるのはあれだから。ね、他はないと思うんだよね。かもしれないんで、わかんないんだよね。やっぱある程度そういう味って効くんかね、やっぱりね。わかんないけど、隠し味になるんだろうね。うん。なんかね。野菜炒めだけっていうと、なんか、寂しい気がするじゃない。あ、まあ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 ね。だけど、全然そんな。いや、なんかすごくこう、うん、一品として結構ちゃんとレベルが高いなっていう、特に女の子でダイエットしてる子とか結構、まあ本当は米も食っちゃいけないんだろうけどね、野菜炒めご飯とかシンプルに食べてくる、うん、これ結構でもこれ結構野菜炒めだから油ってまあ、まあそうですね、油がないっていうのはないもんね。でこれあのなんかね、あの海鮮とか豚肉とか鶏肉とか入れるパターンもあるんだけど、これ野菜だけでほんとシンプルだね。美味しいね。これはいいわ。うん、ということで、じゃあいっぱい食べてください。じゃあ